同級生らが時間の限界を超えすぎているなどと訴えました。前から言ってますが、時間の限界を超えすぎているので、近々あるであろう米朝会談の後にすぐに日朝会談していただきたい、そして解決に向けて、もう邁進していただきたいというふうに思うだけです。北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの同級生らが母親の早紀江さんとともに拉致問題担当大臣を兼務する菅官房長官と面会しました。同級生らはご両親と早く抱き合える日が来るようにお願いしますなどと訴えました。またこれまでの活動で集まった6500を超える署名を手渡しました。